札幌大通公園、もみいしげふみ。我が町札幌の中心部にあって、市民の憩いの場になっているのが大通公園です。東西に 1.5km、 幅65メートルのベルト状で、東端にはテレビ塔が、西端には市の資料館があります。2月の雪まつりに始まり、春の花フェスタ、夏のよさこいソーラン祭り、秋のオータムフェスタ、食の祭典など多くのイベントがこの大通公園で開催されます。さて、札幌は1972年冬季オリンピックの開催地でした。また2002年のサッカーワールドカップでは、アルゼンチン対イングランドなど3試合が行われました。試合会場まで30分足らずで行ける大通公園は、熱狂的なサポーターたちの格好のたまり場となり、外国にいるような錯覚さえ覚えたものでした。ところで、開催が決まった2020年の東京オリンピックにおいても、札幌はサッカーの試合会場になると言われていて、市民はその日を今から首を長くして待っています。その時、大通公園は再びサポーターと観光客でにぎわうものと期待しています。